戦力外。戦力外、それはチームの所属選手に対して戦力構想から外れていることを選手本人に通告する非常な通告であり、戦力外通告を受けた選手はそのまま引退、あるいは他球団への移籍を目指すか、ヤクルト・サヨチのように一旦独立リーグでプレーし再び NPB に復帰する道もあります。しかし戦力外選手が他球団に移籍できたとしても結果を残せず再び戦力外通告を受けるケースがほとんど、戦力外から契約を勝ち取り戦力になるケースはほんの一握りなんです。そこで一つの疑問が生じました。戦力外から他球団に移籍して活躍した選手は一体誰なのか。というわけで今回の動画は戦力外から這い上がった10人の男たちを紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。紹介選手、今回は偏った評価を下げ公平を期するために里崎チャンネルのスカウト編成能力チェックシリーズで使われていた里崎指数で評価し、球界再編が起こった2004年オフ以降に戦力外通告を受け移籍先の球団で B 以上の活躍をした選手を紹介したいと思います。 B 以上の基準は投手規定投球回到達40試合以上登板、野手は規定打席到達100試合以上出場です。里崎シーズンの詳しい評価基準についてはこちらの動画で説明しています。また中村典弘、坂口智隆、新井貴弘といった減額制限を超える年俸を提示され自由契約を選んだ選手は今回含んでいません。では参りましょう。1人目、山崎武。2004年オフオリックスから戦力外通告を受け楽天に入団。山崎はもともと何も考えずに来た球を打つ感覚派のバッター。楽天の初代監督田尾康にバッティングの基礎を叩き込まれ打棒が復活。6月からは4番を任され25本を放ちました。2006年からは野村克也監督に相手の配球を読んで打つ重要さを説かれ考えながらバッティングするようになり、2007年には43本108打点をマークし39歳でホームラン王と打点王を獲得。2009年には39本107打点をマークし楽天史上初の A クラス CS 進出に大きく貢献しました。山崎はプロ通算403本のうち191本を楽天時代の7年間で記録、黎明期の楽天を支えミスターイーグルスと呼ばれました。2人目、田上秀則。2005年オフ中日から戦力外通告を受けソフトバンクに入団。これまでチームの正捕手だった城島が2005年オフに抜けキャッチャーを固定できない当時のチーム事情もあり中日時代に比べ出場機会が激増。2009年には正捕手に定着し26本80打点を挙げベストナインを獲得しました。3人目、川岸剛。2006年オフ中日から戦力外通告を受け楽天に入団。移籍2年目の2008年にはセットアッパーを任され54試合に登板、防御率 1.94、 17ホールドポイントをマークし楽天の救援陣を支えました。4人目、坪井智近。2006年オフ日本ハムから戦力外通告を受け日本ハムに入団。9000万という高年俸、怪我をしやすいなどの理由で戦力外通告を受けトライアウトを2度受けるも獲得球団はなく、アメリカ行きを決意したさなか日本ハムから連絡があり2000万の大減俸の上異例の再契約となりました。翌年2007年の前半は主にレフトのスタメンとして、シーズン後半は代打として100試合に出場、打率2割8分3厘をマークしチームの2連覇に貢献しました。2009年には代打の切り札としてリーグ最多の代打起用数55回、代打打率3割0分6厘をマークしチーム2年ぶりのリーグ優勝に貢献しました。5人目、森岡亮介。2008年オフ中日から戦力外通告を受けヤクルトに入団。内野の全ポジションを守れるユーティリティさが重宝され中日時代から出場機会が激増。2012年には初の100試合に出場、13年には半レギュラーとなり2014年にはヤクルトの選手会長に就任しました。そして2016年に現役引退を表明、引退セレモニーが執り行われ惜しまれつつ神宮を後にしました。6人目、篠原貴之。2009年オフソフトバンクから戦力外通告を受け横浜に入団。移籍2年目の2011年には左のセットアッパーとして37試合連続無失点を記録するなど大車輪の活躍を見せ67試合に登板、防御率 1.8 を17ホールドをマークしました。7人目、加藤浩介。2010年オフ横浜から戦力外通告を受け阪神に入団。移籍2年目の2012年に敗戦処理として41試合に登板、防御率 0.83 をマーク。2013年にはセットアッパーとして自己最多の61試合に登板、防御率 1.97、 16ホールドを上げチームの2位浮上に大きく貢献しました。8人目、林正則。2011年オフ日本ハムから戦力外通告を受け横浜 DeNA に入団。
2012年には32試合に登板し防御率 1.91、 2014年には左のセットアッパーとして56試合に登板、防御率 3.15、 15ホールドをマークし DeNA の救援陣を支えました。9人目、久本雄一。2012年オフ、中日から戦力外通告を受け広島に入団。移籍1年目から先発中継ぎとしてフル回転、43試合に登板し防御率 3.00 をマーク、広島16年ぶりの A クラス進出に貢献しました。10人目、福山博之。2012年オフ、横浜 DeNA から戦力外通告を受け楽天に入団。移籍1年目は22試合に登板しリーグ優勝日本一を経験。2014年にはセットアッパーとしてフル回転し65試合に登板、防御率 1.87、 23ホールドをマーク。この年から2017年まで4年連続60試合以上に登板、特に2017年は65試合で7セーブ23ホールド防御率 1.06 とキャリアハイの成績を収めました。しかし2018年には右肩が悲鳴を上げ2019年に手術、一時育成契約に、そして2020年の9月になると再び支配下に登録され14試合に登板、防御率 0.75 と復活の兆しを見せ来年の活躍が期待されています。というわけで今回は戦力外から這い上がった男たち10人を紹介させてもらいました。印象としましては10人のうち中継ぎが6人と、中継ぎピッチャーが多いなっていう印象ありましたね。この選手がいないじゃないかと、もし抜けてる選手がいればコメントで教えてほしいです。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。